今、人類は新型肺炎という敵と戦っています。正確には戦っているというよりも、何とかやり過ごすためにしのいでいるという表現が適切かもしれません。なぜなら、相手と2メートルの距離を取るという手段は、感染拡大に対する抵抗に過ぎないからです。そして逆に、この疫病に抵抗し続ける時間が長くなれば長くなるほど、経済への打撃は深刻な状況になってきます。私たち人類の最大の敵とは、このような新型肺炎のような疫病なのでしょうか。実は、新型肺炎よりも人類にとって脅威となるべき存在があります。その敵の数はなんと77億にも達するものとなっています。それは一体何でしょうか。すべての人の心の中に潜む敵、すなわち自我という敵になります。今回はこの自我との戦いをテーマに考えてみたいと思います。そもそも自我とは何でしょうか。それについて理解を得るためにまず次の聖句を読んでみたいと思います。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。これは誰のことについての記述でしょうか。これは私たちすべての人間の普遍的な状態についての記述になります。甚だしく悪に染まっている、いえいえ私はそこまでひどくないですよとおっしゃる方もおられるでしょうか。聖書にはさらに残念な人間の姿が描写されています。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人は迷い出て、ことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない。一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で人を欺き、彼らの唇にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦い言葉とで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨とがある。そして彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。この記述もまた罪を犯す残念な人間の姿を描写しています。しかし毎日ニュース欄で出てくる事件はまさにこれらの記述通りではないでしょうか。先ほど私はそこまでひどくないとおっしゃる方もおられるかと思いますと言いましたが、もしその方の立場が自分の考えをそのまま実行することができる立場に置かれるなら、果たしてどうでしょうか。世界史を勉強すると、さまざまな権力者や独裁者がその答えとなるでしょう。彼らの立場は、人間が自分の考えをやりたい放題に実行こうすることができる立場です。すなわち彼らが右といえば国は右に動きましたし、左といえば国民も左に動いてきました。こういった権力者や独裁者の自分本位な性質は、その人だけが特別に強かっただけというわけではなく、その時
彼らの置かれた高い地位によって人間の生まれつきの罪の性質が助長されて完全に現れただけに過ぎないのです。聖書によると人間は誰でもこのような罪を犯す傾向を持って生まれてくるゆえに、すべての人は生まれつき罪人だと記されています。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。悪しき者は胎を出た時から背き去り、生まれ出た時から過ちを犯し、偽りを語る。これがすべての人が罪人である根拠となります。アダムが罪を犯して以来、その子孫である人間はいつの時代も生まれつき罪を犯す傾向を持って生まれるというようになりました。その状態が罪人という事実なのです。もちろん聖書によると神は親が人を殺したらその子供に親が犯した罪の責任を問うことはありません。生まれつき罪人ということはあくまで親が罪を犯す傾向を持っているゆえに子供も罪を犯す傾向を引き継いでしまうということになります。それゆえこの世界のすべての人が罪人という状態になるのです。このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。ですから、聖書の中では、罪を犯すとは何かを盗む、人を殺すという警察のお世話になるレベルから、傲慢に振る舞ったり、愚痴をこぼすレベルの広い範囲についての概念になります。つまり、何か行動に現れた罪も、また心の中で湧き起こった罪も、同じく罪を犯すことになると記されてあります。すなわち、内部から人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、傲慢、愚痴。これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのである。しかし、ここで注目したいのが、内部から、人の心の中から悪い思いが出てくるという部分です。この内部には一体何があるのでしょうか。以前、人間はなぜ作られたかというお話をさせていただきましたが、本来人間は神様が住むための聖霊の宮として神様に似たものとして作られたことをすでに学んでいます。それゆえ神様が内部に住んでくだされば当然聖霊の宮としてふさわしい存在になるのです。しかしアダムが罪を犯したときに神様が住むはずであった聖霊の宮が汚れてしまったため、それ以降、神様の霊である聖霊が住めなくなってしまったのです。そして、聖霊の代わりに、この人間の宮に居座るようになった存在、
それが内部から出てくるもの、すなわち自我という存在になります。この自我は自分を愛し、自分を喜ばせるという利己心を絶対的なテーマとして常に私たちに服従を要求し続けています。そしてこのような利己心に強力的に作用するのがサタンの誘惑なのです。つまり自我とはサタンの誘惑に非常に敏感に反応する存在になります。そしてこの自我という罪を犯す傾向は親から子へと遺伝的に引き継がれていくのです。実際私たちが罪深いことを愛していたり、罪自体を楽しむ傾向にあるのはこのためなのです。そしていつの時代もこの自我が優先的に権威を振るう状態が罪人の状態なのです。罪の欺瞞は絶頂に達していた。人々の魂を堕落させるあらゆる手段が実行されていた。神の御子はこの世を眺めて苦難と不幸とをご覧になった。キリストは人間がサタンの残酷な行為の犠牲となっているのを憐れみをもってご覧になった。堕落し、殺され、失われつつある人々をキリストは同情の思いを持ってご覧になった。彼らの選んだ支配者は彼らを捕虜として車につないだ。欺かれ途方に暮れながら彼らは暗い行列を作って永遠の滅亡、生きる望みのない死、朝の訪れることのない夜へ向かって歩き続けていた。悪霊が人間と一体となっていた。神の住居として作られた人間の体は悪霊の住居となっていた。人間の感覚、神経、欲望、器官は超自然の力によって最も卑しい情欲を欲しいままにするために働かされた。悪霊の因そのものが人間の顔つきに押された。人間の顔はその身を占領している大勢の悪霊の表情を反映した。つまり人間はアダムの時代よりサタンの誘惑に敏感に反応する自我の影響力によってサタンの奴隷、すなわち罪の奴隷となっているのです。さらにそのような罪を犯す傾向のある罪人が親となって子育てをするゆえ、やはりそれは不完全な教育となってしまいます。そして気がつかないうちに多くの親が子どもの自我を助長する習慣と教育をして、その結果を子どもの将来に見ることになってしまうのです。このように私たち罪人は親から罪を犯す傾向を遺伝的に受け継いだ自我を持って生まれ、さらに罪人の親の不完全な習慣と教育によって自我の助長、罪を犯す傾向が決定的なものとなってしまうのです。これが人類が罪の影響を受け続けてしまう
負の連鎖となっている事実があるのです。この負の連鎖で絶望的な部分は、道徳的な向上をあえて求めないというところになります。世の中の常識では、大多数の人たちがバレなければよいという自我にとって一番都合の良い利己的な価値観で物事をうまくやりくりしています。クリスチャンであっても、神に対する正直さを犠牲にしてまで人間関係を重んじて世渡り上手な振る舞いをする人もいます。しかしそれは神に対して真実ではありません。もし私たちがキリストを代表するものであるなら、キリストの御働きを行う。私たちの誰も遺伝として持っており、教育で強められた品性の歪み、キリスト教徒に値しない特性を自分の宗教生活に持ち込むことができると考えて、自分を欺かないようにしよう。贖いの計画を通じて、神はすべての罪深い特性を征服するため、またどれほど強かろうと、すべての誘惑に抵抗するための手段を備えてくださった。ここで自我と罪がどのように結びついてしまうのかについて、聖書から考えてみたいと思います。聖書には神が御臨在される場所がありました。その部屋を至聖所と言います。至聖所には契約の箱という神の律法が収めてある箱が置いてあり、イスラエルの民はこの神の律法に従うことで神との契約関係を維持できるのでした。しかし、汚れた宮である罪人の至聖所には、神の霊である聖霊はもう住めません。そして代わりに、そこには自我が存在しています。先ほど触れましたが、自我のテーマは、自分自分という利己心になります。つまり、常に何が自分にとって少しでも利益になるかという罪の法則によって、常に全てを判断し行動する傾向があります。これが罪人の親から子へ遺伝的に受け継がれた罪の律法になります。私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。これこそ罪の根源であるサタンの性質が内部から出てきたものになります。そして意識、無意識にかかわらず、この罪の律法に従うことによってサタンとの契約関係を維持することになってしまうのです。つまり私たち罪人は生まれつきこのようなサタンとの契約関係の立場として、サタンの奴隷としての性質を表す傾向にあるのです。また私たちも皆、かつては彼らの中にいて肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、
他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。ここでさらに罪を犯すとはどういう意味でしょうか。聖書によると罪は不法であると定義されています。すべて罪を犯す者は不法を行う者である。罪は不法である。不法とは何でしょうか。不法とは神の律法でない罪の律法にそれぞれが従うことです。つまり罪を犯すとは罪の律法に従うことを自らの意思で選ぶことになります。ここで、罪を犯すとは自分の自らの意思で選ぶことなの？だって勝手に怒りが湧き起こることとか自分で選んでいるわけではないのに、無意識の心の罪もあるでしょう。という声が聞こえてきそうです。しかし、無意識レベルの心の罪も、実は瞬時に選んでいることを皆さんはご存知でしょうか。例えば、あなたの話は何の役にも立たないという言葉を二人の立場の人からそれぞれ言われたとします。一人は自分の尊敬する立場が上の人です。その時皆さんはどのように反応するでしょうか。私なら落ち込むかもしれません。しかし、もう一人は自分より立場が下の人だったとしたらどうでしょう。おそらくカチンと来るでしょう。このように私たちは絶えず瞬時であっても、また無意識レベルであっても必ず選択をしているのです。なぜなら相手によって反応が変わるからです。それは相手と自分の関係、すなわち自我が相手をどのように捉えているかによって、落ち込むか怒るかの選択を瞬時にやってのけることになります。これは、情欲を抱いて女を見る者は、心の中ですでに寛容したのであるというキリストの言葉にも同様に適用できます。対象相手の女性によって、そのような見方をするかどうかが、その反応が変わるからです。それゆえ、罪は行動に現れたものであっても、心で思ったものであっても、その選択の責任を神から問われるのです。しかし、無意識の瞬間的な選択による罪は、まるで過失のようなものです。過失とは、不注意な状態の時に起こりうる過ちになります。それは、生まれつきの罪人という性質、自我の罪の律法に由来するものであり、気が緩んだ時や突発的な状況において、生じるものです。私たち罪人は生まれつき自我に従う傾向があるゆえ、汚れた宮の至聖所に置いてある罪の律法に従ってこのような過ちを犯したということです。残念ながら、これらの罪を事前に自分で防ごうとしても通常は防げません。しかし、過失であっても罪は罪ですので、心を探った上で正直に次のような悔い改めが必要になります。神様、私はあの時、
心の中で瞬間的に怒りを覚えました。それは私の心の中に自分が正しく評価されていないという不満と傲慢な思いがある証拠です。どうぞこんな状態の私を憐れんでくださってお許しくださるようにお願いいたします。しかし神はこのようなへりくだった祈りを喜んでお聞き入れになられます。そしてありがたいことに許しを受けた罪人はもう一度神との契約関係を継続することができるのです。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。しかし、過失で心に湧き起こった罪をさらに助長して罪を重ねて犯させるために煽って働きかけてくるのがサタンです。あいつは自分より立場が下のくせに自分を見下している。ここで絶対に見くびられてはならない。という声が心に鳴り響いたらどうなるでしょうか。相手に対して強い怒りの感情がさらに増大し、それを相手に味合わさなければ満足しない方向へと進んでいきます。そしてさらに重い罪を犯してしまうことになるのです。ここで重い罪について考えてみましょう。聖書の中では計画的に時間をかけて熟考した上で故意に罪を犯すことを重い罪であるとしています。故意に罪を犯すことについて次の聖書の御言葉に注目してみましょう。しかし国に生まれた者でも他国の人でも故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから絶たれなければならない。故意に罪を犯すとは非常に危険な状態にいることになるのです。サタンは私たち罪人を誘惑して故意に罪を犯すところまで陥れるために全力で働きかけています。私たちにとって特に注意が必要なのは、まず最初の自我の立法から過失の罪が生まれ、さらにそれが故意の罪へと移行する間の心の状態をいかに守るかが重要なのです。先の自分より立場が下の人の一言にカチンときた、その次の行動に至るまでの心の状態について考えてみましょう。サタンは絶対に見くびられてはならないという思想を投げかけてきました。その投げかけに応じてしまうとどうなるでしょうか。そのことに関連したことを次々に連想することになります。例えば、そういえばあの時もあいつは自分のことを見下していたなとか、このままでは舐められたままなので何とかしておかないととか、このようにもし自我の律法を満たす欲望がすべての根拠となるなら、過失の罪から始まった思考がサタンの煽りの働きによりどんどん膨れ上がり、最後にはそれを故意の罪として行動で表すことになります。それが
相手に罵声を浴びせ威嚇して怒鳴りつけるとか、相手に暴力を振るうとか、それどころかこともあろうに相手を殺すというところまで発展することすらあり得るのです。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。このように私たちが罪を犯すときには、自我の律法を満たす欲望に働きかけるサタンの影響力が強力に関わってきます。サタンは私たちの過失の罪をさらに恋の罪にまで発展させ、私たちが神との契約関係を維持できないようにし、サタンの奴隷の契約を強制的に結ばせようとするのです。しかし神は、私たちがサタンの誘惑に反応して、自我の律法の欲望に従わない生き方、故意に罪を犯さない生き方を日々実践することによって罪に勝利することを望んでおられます。これこそ神との契約者であるクリスチャンが今すぐに着手しなければならない自我との戦いなのです。そして過失の罪がそれ以上発展しないように理性によって抑制することは、故意に罪を犯さなかったという罪に勝利した経験となります。それを実現可能にするのが神の霊である聖霊の助けになるのです。罪や疑いの原因となる誘惑をもたらす敵と絶えず戦い続ける必要があります。遺伝的に増加してきた悪への傾向に勝利する必要があります。食欲や感情を聖霊によって抑制する必要があります。この戦いは永遠に続き、終わることはありません。絶え間ない戦いが続く中にも、数多くの貴重な勝利を得ることができ、罪と自己に打ち勝つ喜びは、価値ある高い評価を得るものです。罪と自己に打ち勝つ喜びとは、具体的にどのようなことなのでしょうか。先の例から考えてみましょう。まず、相手の一言によってカチンときた過失の罪という事実が生じます。さらにサタンは怒りの感情を助長し、恋の罪にまで発展させるべく、私たちの心を相手に対するマイナスイメージに向けさせようと働きかけます。その時、もし私たちが自分の弱さを知っているゆえ、すぐに聖霊の助けを求めて得るならば、サタンの投げかけを放棄し、決してそれに応じないことが可能となります。そうすれば、過失の罪からこれ以上の恋の罪へと発展する必要はありません。自我に決定権を与えないこの経験が、恋の罪に勝利する経験となるのです。私たちはこの勝利の経験を積み重ねるうちに、品性が清められる成果を経験できるのです。人を創造なさったお方以外、誰も人の心に変化をもたらすことはできない。最も経験ある者が持つ人間の判断や考えは不完全で欠点を免れない。そして自分自身の
遺伝的な品性の特質に支配されている脆い器は、自己が手綱を握り運転することのないように、日々精霊の成果に服する必要がある。しかし、この成果を経験するためには、毎日自我の欲望に対して注意深く警戒しておく必要性があります。そして過失の罪から恋の罪へと煽ってくるサタンの働きかけに気がついた時には、すぐに神に助けを求めて、自我の欲望に対して抵抗し戦わなければならないのです。この戦いは時として非常に激しく、また苦しい時もあります。しかしそれが神との契約者としてのあるべき姿なのです。あなた方の中の戦いや争いは一体どこから起こるのか。それは他ではない、あなた方の死体の中で相戦う欲情からではないか。果たして私たちは今、この激しい戦いの中に身を置いているでしょうか。これは決して軽視すべきことではありません。神は今、私たちが本気でこの戦いに着手することを求めておられるのです。なぜなら、神はこの戦いに勝利をお与えくださるために、全力で私たちに助けを送られておられるからです。天使は最も必要とされるところにいつもいる。彼らは最も激しい戦いをしている人々と共におり、生来の傾向とまた遺伝的傾向に対して戦わなければならない人、その家庭環境が最も失望するような人々と共にいる。神がこれほど本気で応援してくださる理由は、この自我との戦いこそ私たちの永遠の運命を左右するほどの戦いだからです。神との契約者に約束された品性の改変である成果を経験し、勝利者として永遠の命に至るか、それともサタンとの契約者としていつまでも変わらない生まれつきの性質の状態のまま滅びの人生を歩んでいるか。それゆえ神の御前に恋の罪を犯す機会をことごとく放棄することができるように、特別に聖霊の力を祈り求めなければなりません。またあなたのしもべを引き止めて恋の罪を犯させず、これに支配されることのないようにしてください。そうすれば私は過ちのないものとなって、大いなる咎を免れることができるでしょう。どうぞ皆さん、お互い自我との臨戦態勢の中にあって、励まし合いながら前進しましょう。私は落ちこぼれクリスチャンですので、まだこの自我との戦いの真っただ中で苦戦を強いられています。しかし、もし私と同様の苦しい戦況の方がおられましたら、今もなお戦っている仲間がここにいることを覚えていてください。そして共に神の助けによって勝利の経験を日々積み重ねていきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。
愛する御在天のお父様、今私たちは新型肺炎の脅威にさらされておりますが、しかしそれよりも人類最大の敵であるものは己の心の中に潜む自我であります。この自我は常に私たちに利己的なテーマを投げかけてきます。いつも自分にとって何が一番得であるか、それが私たちのすべての選択の根底にあります。この自我の性質を生まれもって今もなおその影響力が私たちに及ぶような、そのような状況でありますが、もしその弱さゆえに私たちが過失の罪を犯したときには、願わくばどうぞそれ以上罪を犯すことがないように心を主がお守りくださり、恋の罪へと発展することがないようにお導きお助けくださるようお願いいたします。サタンは私たちを煽ってどんどん恋の罪を犯させようとします。しかしその選択の責任は私たちに問われてしまいます。それゆえどうぞ恋の罪を犯すことがないように、私たち一人一人を主が聖霊様をもってお導きお守りくださり、また御使いをこの戦いの場にお送りくださり、どうぞこの戦いを主が勝利に導いてくださるようお願いいたします。これらの祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。